後ろ攻めから九州勢まずは切りました。6番の小岩哲也がまず赤番で切っています。1番の白上翔は中段から中段、4番田中和馬が後ろ攻め、後ろに車を引きまして7番手です。そして引いてすぐに踏み込んでいく4番の田中和馬、前もペースを上げるか。6番の小岩哲也中段で牽制する1番の白上翔でジャンの2センターから4コーナーカーブ、4番田中攻め込んでくる、2番の隅村はラインの3番手手放しています。最終周回です。ホームでかまし切りました4番田中和馬、マークは7番の田中勤だけ。そしてこの3番手に追い上げてくる1番の白上翔が3番手に潜り込んできまして、九州勢後手を踏んでしまいまして3番立石が切り替えていく。あとは後ろから2番の隅村実が追い上げて、現在は4番手から3番手浮上がかかっています。先頭かましました。4番田中和馬、マークは7番の田中勤、あとは3番手から1番の白上直線コースへ向いてきます。その1番の白上翔が追い込んでくる、あとはどうでしょうか。2着争い行った瞬間向かい風だったけやっぱあんな技ある。とりあえず行けるとこまで行こうと思ったら、みんながやっぱうちでバリンとも言ったし、もう垂れてたんでしょうね。ちょっと絶対届かんと思ったら、あらと思ってうちが全部に。もう2着目。今日はね、ちょっと厳しい展開でしたから。厳しかったですね。ちょっと、まあ、田中君がなんかちょっと時間あげてみようって。もうこれ巻き合いか肩に、あ、これはきついよなと思って寝ても。なりますよね。自ら動いたところ、あの辺はいかがでしょう。いやもう絶対マクレンケン、白上だけ蓋したロードまで行ったら、ちょっと足じゃなかったですね。あれ白上の横まで一気に行けとったら、また合流できとったんですけどね。でも、仲間からあんな技があるんですけど、もうわけわからんといただけやけどね。ラインから決勝へっていう最低限のものが、そうですね。そこだけは良かったですね。あとはもう自分がもうちょっと粘れたら残るですね。これでどんな感じですか。そうですね、昨日に比べてもめちゃくちゃどっちかも向かってる感じだったんで、すごい重たかったですけど、いやホームで出れた時ちょっといけると思ったんですけど、最後ちょっと垂れすぎたんですね。白上さんが3番手に入ってたっていう。ああ、そうなの。もう全然後ろも分かんなかったで、組み立ててたんで、しっかりもうちょっと残れる。離れた方の隅村さんがまた巻き返してきた感じが。そうですね、まあ、ホームで、まあ、隅村さんに飛びつく感じじゃないと飛びつけないと思ったんで、かましに来てたんで、まあ、そしたら、まあ、いなかったっていう感じで、まあ、そこしっかり入りにいかなあかんなので、で3番でちゃんと入ったんです。まあ、隅村さん来たのは、まあ、後ろの浩平さんが来たぞって言ってくれたんで、それで、もう踏まなあかんなと思って、まあ、その判断です。まあ、足じゃいいと思うんで、まあ、でもちょっとみんな後ろ乗れなかったんで、ちょっとダメです。余裕はあった。そうですね、ね、はい、まあ、動き自体はいいと思います。明日も頑張ります。応援お願いします。はい、皆さん100円からで。